クミンです。皆様おはようございます。いつもクミンチャンネルご覧いただきましてありがとうございます。今日もですね、お弁当を、リーマンパパのお弁当を作ってます。久しぶり。これから作るんじゃなくて作ってますっていうのは、今日はリーマンパパちょっと会議、朝会議があるということで早く出るそうなんですね。なのでいつもよりちょっと早く、はい、やっております。はい、それでは朝の青汁乾杯。すいません、これビールってこんな感じですか。私お酒いただかないのでね。はい、今日はですね、そうニップンさんにこの間通販番組やった時に違う商品なんですけど、あ、そう、またすぐ消える。はい、はい、これいただいてでね、これの通販をやらせて、コメンテーターでやらせていただいたんですが、これいただいたんですよ。で、うちね、実はポテトサラダとかポテトサラダとかマカロニサラダ、マカロニ、これ発声練習にいいですね。その、今までちょっと喋んないでね、こうやって作ってたもんですからね。リーマンパパが通った。リーマンパパ、ズボンだけ履いてどうしたの？ちょっと、おはようございます。これね、今日は真似できないよ、リーマンパパの、はい、ここまでズボン履いています。上何もありません。おはようございます。普通なんですけど、ただ衣だけがちょっと違うので、オーマイゴッド。じゃあ ね、携帯の充電をね。ああ、自転車の充電を忘れて、はい、あ、これ、それまでできる、それまでできる。ちょっとね、充電を忘れてて、お腹さすって、わかります、はい、ちょっとここに所持してる時に、リーマンパパはこうやって、こうやって。ねえ、ちょっとやめてください。ちょっと手洗いますよ、もう。で、大前さんじゃない、ない、大前さんって言っちゃったで、ない、ない、ない、どうしたの、ない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 、寝ましたよ、寝ました、そこ閉めて大丈夫です。はい、作ってます。はい、それでですね、もう一回いきます。何度言うんだって怒られちゃう。はい、これのコメンテーターやらせて、回しもんではございません。はい、やらせていただいて、で、アマニオイルはもう前からうち食べてたんですよ。でもね、お高いから、お高い、うちですよ、うちのレベルですよ、うちのレベルではちょっとお高いというか高級というか、はい、なので、いただいて嬉しいです。で、私はちょっとね、正直回しもんじゃないので言いますけど、ニップンさんの方じゃなかったんですよ。で、これをいただいて乗り換えました。そしてお土産にこれもらったんです。4分これね、マカロニサラダ作ります。いつも買ってるのでね。あれ、これ動かなきゃいけない、マカロニ。なんかぐてぐてのオープニングでしたが、ワンカットでかさせていただきます。よいしょ。ご飯はね、今炊いてる。 あと2分で炊きます。ご飯があと2分で炊ける。4分湯で、これね、時間が書いてあるのすごく嬉しい。目安が、もう私のなんちゃっていい加減じゃなくて、目安が書いてあるから、もうめちゃめちゃ嬉しい。あ、でもここを焼くよね。まあいいや、ちょっと湯がいちゃう。で、今日は奮発しまして、お味噌汁あさりでございます。お父さんとお母さんが来てくれてから初めてでございますよ、あさりのお味噌汁。お父さんがね、飲みたいなーって言ってたので、豪華にちょっと赤っぽいお味噌で、ほら、こんなに。
もうしばらくないよ、うちはね。そうですよ。はい、食費、食費頑張って、はい、食費頑張ってやりくりしますし、やりくりしてますです。はい、そしてですね、パパの大好きなお野菜でございます。水がこぼれた。お野菜でございます。また大雑把なところ、大雑把なところをご覧いただいてすいません。あ、今日あんまり近く寄っちゃいけないんだ。もう今日もファンデーション塗りたくない日です。よし。よし。もうちょっとか。はい、そしてですね、今日は私が食べたい蓮根のきんぴらを作ります。負けた。それで、マカロニサラダ、マカロニサラダ、きゅうりと玉ねぎ塩もみしてあります。人参湯がきました。で、あとハムとね、4分のオーマイパスタで蓮根、それで今日はですね、インゲンと人参の、豚バラ肉巻きです。そして味付けは、もうですね、このちょっと残ってるので、パパが野菜炒めに使ったであろう、これをね、焼肉とのタレで味付けしちゃいます。そして、パスタは、マカロニはお父さんが沖縄でシークワーサーのお土産を買ってきてくれたので、これをちょっとレモン代わりに入れます。で、マヨネーズはもうこれしかないので、足りない分は塩コショウでいきます。ということで、仕上げをしてしまいましょう。パスタので、今沸いてるね、沸かしてるね。で、沸いたら4分で、もうね、すんごい食べるんですよ、うちね。なので、最近パパはもうお得用しか買ってこないので、ありがたいことに。お、薄切りだ。全部作っちゃいます。作ってしまえば冷蔵庫に入れておけば家族が食べてくれるので。あ、そうそうそう、肉巻きの人参とインゲンはもう湯がいてあります。で、お母さんがコーン好きなので、はい、みんなそれぞれに好きなものを一応入れてますね。私が食べたいものって言いつつね。で、リーマンパパのお弁当には入れないんですけど、お父さんが酢だこを好きで、ちょっとね、食欲が落ちてる感じがあるかな、ちゃんと食べてくださるんですけど、なのでお父さんの大好きな酢だこをちょっと2切りぐらいスライスして食卓に載せたら、ちょっと食が進むかなと思って、はい、内緒で買ってきました。内緒にする必要はないんだけど。はい、人参加えます。で、これにもうマカロニ入れて味付けするだけなので、あんこも入れちゃうか。あ、きれい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 です。きれいです。ちょっと移動してもらおう。ちょっと移動してもらいます。これどうだろう、小さいのでいけるかな。あ、小さいのでいけるね。フライパン、洗い物が少ないように。で、これはみりんと、そしてオイル、ごま油をね、ちょっと入れましょうね。あとでね、ごま油をちょいと出しといて、みりん、そしてここは、ほんとなんでここ熱くなるんだろうっていつも言ってますね。醤油、もうね、うちね、入れ替えなくなっちゃいました。結局洗うの大変だったりね、なんかいろいろ大変。ちょっと私後で濃いっぱい入れよう。火から透明しとこうか。じゃあこれを、
ハムももう混ぜてしまいましょう。ハムを混ぜて、ハムを混ぜて、子供たち珍しく今日ね、実は今日動画回してる日がお天気がちょっとな感じでお散歩行けてないんですけど、今パパがねこれね剥がさないとくっついてるので、はい、朝ごはんね今パパがあげてくれたら食べたんですよ。なのでもう今日はもうお昼まで子供たちは寝るだけ。もう混ぜるだけ。はい、それでは炒めてまいりましょう。もうごま油ちょっとだけ入れちゃおうか。もうね、ちょっと中華だしを入れるかもなんですが、4分、もう全部いっちゃいます。4分、お、肌ゆで、肌ゆでだな、早ゆで早ゆでナンバーワンカテゴリー、いきます。これにちょっとオイルを入れといて、ちょっと入れといて、4分、タイマー4分設定しました。26年まで持つやつをもう使っちゃった、もらってすぐ。あ、やっぱりコーンとか入ってた、お子さんも喜びますよ。あ、トマトも入れてもいいんだ。でも今日は何そういうものはない。いきまーす、よっしゃー、炒めるぞー、混ぜるぞー。お、お待たせた、ちょっとねくっつかないように。これ最近ちょっとショート撮ってないんだけど、ちょっと携帯撮ってきます。あれ、よいしょよいしょよいしょ、あと3分早いぞ。あ、そっか、ドライヤーかけてるのか、パパ。パパがドライヤーを。パパ。10秒すいません。これパスタだかなんだか全然わかんない。ありがとう。こぼれちゃった。あ？こぼれちゃった。うん。
ちょっとね、またお願いするかもしれないけど、あともうちょっと、うん、終わってくださいこっちもね、すぐ痛まっちゃうから、あのお父さんとお母さん用に食べやすいようにこのぐらいに、もうちょっとはね、あのお父さんとお母さんがいてくれるおかげで大雑把が免れてます。酢水につけたので、酢水に、あーマイパスタ、今日はこのこれがいつもこうずっと回ってますね、一日ね。これあ、30秒あとピッピッピーだって。お、どれ終わった、これが多いなこれが多い、多いますか、多い多いパパが笑った笑った、え、呼んでない、呼んでないよ、あ、多いってパパ、うん、持ってくるね、いや、こっちで撮ってこれやるとこっちもこうやって動くんだよね、ちょっと挑戦、これ腹筋使うわ、こっちこれね、炒めてる時にちょっとこうやって黒くなるっていうのを昔友達に教わったんだけど、あの炭火につけた後によくこう何度も何度もさらさないと黒くなるって、どうなんやろう、いい感じ、おお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 お、あ、楽しくなっちゃった、パパは濃くていいんだけどさ、
ちょっと柚子七味でよう。照りだねー、本照り。あっちあっち、うん、まっ、うん、まっ、うん、まっ。ゆず七味が効いてるね。最後にごま油。ほんのちょっと。いい感じ、いい感じ。いい感じ。ちゃん暑いかな。準備行きまーす。暑いやってしもうた。オッケー。きんぴら出来上がり。そしたらオーマイパスタ。おおお、くすいた。それではここにですね、塩。喋っちゃった。塩コショウ、はい、シークワーサー、シークワーサー入れます。シークワーサー、アマニオイル入れます。アマニオイル、そしてマヨネーズ。あ、これじゃないな、こっちだな。あ、あ、ここまで取って。美味しいでしょ、シークワーサー入って、シークワーサー入って美味しいでしょ。この段階で美味しいでしょ。ここね、暑くなったんだと思う、多分すっごい暑いから今、うん、今なんかあくびしてたね、うん、あくびして手舐めてた、あっちんだと思う、ここの方よいしょ、もうちょっと塩、もうちょっと入れてもいいかな、うん、ちょっと、うん、シーカーサーこの前でいいか、マヨネーズもちょっと、あ、でもパンチ、もうちょっとパンチ効かせよう、シーカーサーのパスタがいっぱい入るからね。あ、
なんていうことなんていうことしてくれるんだ、よしよしって、何がよしって、もうそろそろお肉を炒めないと。わあ、痛い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 、シークワーサー、はい、これにですねちょっとほぐしといて、よいしょ、白くて分かんない、なんか見えなくなった下が、なんかこれは食べ応えあるでしょう、これは食べ応えあるで、ここちょ水飲んで暑いんだな、やっぱり。できました。それでは、あ、あ、容器持ってきてない、容器がない、容器持ってきてない、肉焼きますパパの分焼きます、これのさ、周りやさくで四角いやつ1個、四角いやつ、ありがとうパパ、あ、多分あそこにある、多分あそこにある、なんでパパ知ってんねん、よう手伝ってくれるね、ありがとうねパパ、パパの分作ろう、うわパパ豚バラのいいの買ってきてくれた、あれ蓋がないっすな、蓋がないか、蓋はね、これあるんですけど、蓋はね、ガラッと開けたところに、あ大元に、大元に、大元、大元にあるんだな、これがこんなもんか、よし、これにですね、これにですね、よいしょ、人参とインゲン、こっち2組、こっち2組、こっち太いの、そして、あ、ほんま食べてる、あ、どうした、うん、いや、ももがね、うん、ささみ食べてます、食欲あるな、これ、いっぱい入れちゃう、いくつ、1個でいい、パパのさ、あ、それ蓋閉めなくて、ありがとうありがとう、はい、ありがとう、大きなのもうなくなっちゃったのよこれ、残念ながら、そして巻き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 、巻き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 、ゆるゆるだなこれ、とりあえずパパの作ります、巻き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 、よく手を洗って、
いや、まだこれからまたいろいろあります。これね、豚バラだから誘いオイルで大丈夫だと思う。誘いオイルを入れて、そして、軽く塩と胡椒、軽く胡椒をやって、片栗粉をパラパラパラひっくり返して、パラパラパラ、よし。じゃあ焼きます。もうのけちゃう。10言わない10言ってくれない。いいの、10でも20でも30でも言ってくれなくていいんだ。よし、手をしっかり洗ってサラダを入れるぞ。なんか葉物がないね、パパ最近。スーパーにね。ああ、そうですね。まあでもあるはあるんですけどね。あるある？グリーンレタスっていうのがなかなか、草にレタスじゃなくてグリーンのフリフリのあれがね、歯ごたえがあって好きなのよ。うん、そしてこれを、うわこれうまいだろう。絶対うまいやつ、これ絶対うまいやつ。もうパパこれだけでいいね今日。あ、そう。あ、そう。温度高くていいんです。サラダ出来上がり。温度高くていいんです。お願いします。マヨネーズついてちょうど美味しい。これまた後で焼くから今少々取らなくても大丈夫ですね。皆様お待たせしてしまって、よっしゃ。これの蓋があるかどうか。これの蓋がこれだ。まあ、でっかいかな。いいね、でっかくて。あ、いいね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 。酒蒸し。あれ？
お酒、え、お酒、え、使っちゃった。あ、ちっちゃいの買ってきたのだったんだ。あ、クッキングワイン、あ、いいや、クッキングワインで OK OK、 これで OK。 今火がついた、びっくりした。フラッペしちゃったよパパ。フラッペ、フラッペ、何、フラッペじゃないよね、フラッペでいいんだよね。フラッペ、でも弱火だから。あ、びっくりした。ご飯入れます。フラッペ、なんか聞いたことある、なんか聞いたことある、うん、弱火でじっくりと。いいですね、いいですね、いいですね、いいですね。で、ここにですね、いただき物の、またいただき物、佃煮、佃煮で、今日までのたくあん。あ、梅干しか、たくあん、梅干し。ほらほらほら、結局は忙しくなってきてる。あれ、梅干しもうできるからね、パパ。時間大丈夫、あと10分ぐらい。よし、いいね、いいね、10分、10分。梅干し、梅干し、だーん。そして、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 佃煮。ほんと私これだけでいいと思う。2種類、佃煮2種類、うん、もうこれだけでいいと思うよ。おかずいらないと思うよ。十分かい。十分ですよ、ほらほら、これで十分ですよ。私の朝食これだよ、これ、これ。時代劇で、時代劇の人が食べてるたくあんご飯とか美味しそうに見える。ああ、そうなんだ。お魚ご飯とか。お魚ご飯、うん、お魚くわえた。ほら、お魚って言ったら味出ちゃうでしょ。あ、そうって言った。ほら、いい感じに蒸されたよ。これで味付けして終わり。あの、お父さんにはお豆腐生姜つけるけど、はい、あとパパのはもうこれだけ。大丈夫です。パパのこれだけだけど、かつお節ぐらいかけといてあげようか。パパは何でも大丈夫。もうマカロニサラダこってり入ってるから。あ、そう、あ、そう、珍しい。ほら、マカロニサラダ珍しい。そうだよね、珍しいよね。ね。十分十分。それではさらば。さらば、あ、わかりました。はい。じゃ最初。まだ出ませんけど。さらば。はい。お豆腐。じゃあ最終の、最終のいきまーす。うわ、いいじゃないじゃない。温度どうする？今下がりすぎてるかな、ももちゃん。寒いかも、そっち。今ね、こっちに温度落ち着いてきた。じゃあ準備いただきます。これ絶対うまいやつ、これ絶対うまいやつ。で、パパはゆず七味入れちゃいます。パパ辛いの好きだから。
きました。できました。それでは盛り付けてまいりましょう。お味噌汁、お味噌汁が忘れられている、お味噌汁が忘れられている。といえばクミは何を歌うでしょう。ちょっとこれは後ですか。忘れられないの切ります。なんということでしょうなんということでしょう。このアップ取れんのかな。ちょっと難しいな。難しいです。大きいまんま入れといてあげよう。わ、茶色だ茶色だ。サラダにこれに豆腐にご飯に、よし、もうおかずはこれ。あ、お味噌汁の。ポット昨日洗ってパパポットこれあたたたたたた、もうしっかりしばらくもう使わない手でしまっちゃってる。お味噌汁斜めで深いんですよね、これね。ご飯入れるところだから。これはまた後で使うので、この段階で切れ、この段階で取る。あと3分減け。私の目がピント合ってないのか。40センチじゃないから。でこれに、この肉汁が美味しいですね。これ肉汁がかかりました。よいしょ。そしてですね、
そしてですね、あとはきんぴらしかないですけど、茶色茶色でもういいと思います。はい、これ本当やっぱお気に入り、このお花柄のクッキングシート、だってパパのメインですからね、このお昼が。これにごま、はい、できました。といってもサラダがありますからね。あ、そっか、お酢をつけといてあげようか。今日は調味料がすごい。オッケー、今日はたっぷりと食べていただけますね、アサリを。使う。それではちょっとね、触れて置いてきますね、玄関にね。もう今日はパパに勝手に行ってもらいます。お父さんとお母さんがね、今頃これだけ騒いで、今寝てるから、ちょっと静かに。ちょっと静かに聞いてるね、大丈夫ね。はい、静かに。もうこれ焼肉のタレですから、美味しいですから、もうね、味は決まっておりますので。あ、これお酢を、お塩を入れてあげる。あ、閉まってるね、開けてあげよう。よし、はい、どうぞどうぞ。ココちゃん、起きしましたか。あ、小さい袋が下に落ちてる。もったいないけど、時間が。ガーリックオニオンソルト、おいドレッシングね、お塩酢ちょっと入れて、そしてここにも油水一味を入れて、おい。パパ着替えた。お、いつもより10分早いね。いい感じですね。これでサラダにちょっとおいドレッシングを入れといてあげるといい感じ。はい、それでは持っていきます。あ、落ちる。ママの青汁がもうないんだよな。ママの青汁、ママの青汁あげよう。
ナにアイシング、サラダにアイシング、サラダにアイシング、お味噌汁、お味噌汁、お、お味噌汁カシャカシャ言ってる。そりゃそうだ、アサリが、アサリがカシャカシャ言ってる。どうでもいいが入らんぞ。ちょっと行ってきます。行っちゃったね、カメラの上に乗ってるね。行きました、リーマンパパ。行きましたよ。それで、これをしまって、で今日味見するものはレンコン、レンコンと、そしてお味噌汁、お味噌汁飲みたい、お味噌汁飲みたいよ。あら、パパのお味噌汁。え、いや、パパのお椀で。パパのお椀で。わ、アサリいっぱい入ってる。わ、嬉しい。これ、取ってないかも。あ、もうあれもこれも食べたい。あれもこれももう食べたい。お腹すいた。ちょっとちょっともう食べまくっちゃうので、この後しっかり食べます。いただきます。うん、最高。これあのもうパックに入って、もうそのまんまパックにお汁が入ってそのまんま入れればいいってやつを見つけたので、いい出汁が出てるな。久しぶりの、うん、おいしい。40度の部屋でうちのパパ仕事をちょっと数時間する時があって、まあ、実験みたいなのするお仕事していて、このぐらいの塩分取らないとちょっとね、熱中症になったら困っちゃうので、一つ残って、うん、感じる。この焼肉のタレだったら多分朝食でもお父さんとお母さん食べてもらう、野菜いっぱい入ってるの食べてもらえると思うので、これに酢だこちょっと2切れ、なんで2切れなんで2切れ2切れ乗せたいと思います。今日もご視聴ありがとうございます。いつものごとくドタバタクーミズキッチンになりました。皆様もハピラキでー、じゃあねー。ここです。ここちゃん。
ママこのエプロンちょっと洗濯するから、あーびっくりした、パパ行ったね、おはようございます、ちょっと涼しくなった、ちょっと涼しくなった。はいどうぞ。